こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。今回のエギングラボ、エギングラボは釣り人の悩み、釣りをしていて感じる疑問を研究の側面から仮説を立てて切っていく番組です。今回も私が釣り人目線で質問をしてお答えいただくのがこちら。はい、山下研究開発部の森です。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。森さん、今生態研究の研究開発部、研究開発部の普段研究グループって研究グループ、はい、普段どんな仕事してるんですか？普段は、まあ、一番分かりやすいとこから言うと今流れてるんですけど、会社の中でアオリイカ飼ってますね。やっぱり生き物なんで毎日ちょっと世話の部分があるので、一応様子を見て話しかけて、餌を与えてご機嫌を見るっていう危ない人みたいないや、これ大事なんですよ。研究は観察家だと言われるので、うん、毎日ここでイカを見れるっていうのは、話しかけるとやっぱり大事なことなんですか？話しかけるのは大事です。あ、そうなんですね。話しかけて、泳ぎを見るとご機嫌がいいか悪いか、まあ、なんとなく分かるような気になってくるんですけど、まあ、そんなに生き物は甘くないんですけどね。あんま懐いてるように見えなかったんですけどね森さん、今回はですね、はい、これ飼育してるアオリイカの動画が流れてるんですけども、はい、僕は森さんとたまにこれ見に行くんですよね。あ、水槽ですね。見せてもらうんですよ。水槽に行って実際その餌をどう捕食するのかなとか見てて、これ僕見ててちょっと思ったんですけど、はい、イカがエギエのそのアタックもそうなんですけど、捕食の仕方ってあるじゃないですか。イカってこう2本の長い触腕を伸ばしてこう、はい、エギにタッチする餌を取るっていう習性があるんですけど、死に味とか死に餌を与えた時に、過去にFacebook とかインスタグラムの動画流しましたよね。そうですよね。触腕伸ばさないでこうワフッとこう優しくこう出してくれるように。それはね、よくあるんですよね。見てください皆さん、これですよね、はい、ワッとこれなんですよ。なんかひらめいちゃった、これ見た時に。これ見た時にこう、え、ちょっと待ってと思って、で、かたや生き餌を与えて行った時に、もう本当にコンマ何秒の世界ですよね。触腕をパーンと伸ばしてこう取るような、あれと思ってですね。全然違うってことですね。全然違うってことです。死んだ餌と生きてる餌では、その彼らのその捕食の仕方とか、まあ、スピードもそうですけど全然違うなっていう感覚が。いや、それは本当に言えると思いますね。すごくその餌の生きてる死んでる、うん、の違いもそうですし、自分の体に対する大きさもそうなんですけど、うん、餌と自分の間合いをものすごく測るんですよね、うん、やっぱり生きてる餌をあげる時っていうのは、まあ、こういう狭い水槽の中なので、はい、やっぱり捉えられるチャンスってなかなか少ないわけですよ、うんうん、それをすごく分かっていて、で、間合いを測りながら背後から行って、うん、で、触腕をフルに伸ばして、その捉える瞬間だけ色が変わってズドン行ったりとかするんですけど、例えば今動画出たみたいに、うん、まあ、これある程度慣れてるんですね。もう、その飼育の環境下、飼育の環境下に、うん、上からああやって餌が落ちてくるっていう慣れてる部分もあると思うんで、ああやって落ちてくるものは多分ゆっくり近づいて、うん、自分が食べやすい風に捉えてももう食べれるっていう風に、うん、生き餌とは別っていう形の判断をしてるような感じがありますね。なるほどですね、うん、いや、普段こうさっき落ちてる時にこうわさっと行きましたけど、はい、初めて食べる時って割と落ちてるものを見に行って拾ってるような感じなんですか？ね、それも答えによるんですけど、はい、まあ、一言で言うと、やっぱり初めて水槽の中で与える時は苦労はします、うん、なかなか食べない、食べないですね、ですよね、うん、逆に言うとこうやって死んだ餌が上から落ちてくるっていう状況は自然界ではおそらくあまりない、ほとんどないと思うんで、うん、こういう初めて食べさせるときは苦労はしますね、うん、でも日に日にこういう餌に慣れていって、まあ、1日決まった時間に与えるんですけど、うん、それを食べるようになってくるんで、やはり学習はしてるという形ですね、うん、そうなんです。で、僕この動画見てて、その釣りになんかちょっと結びつくぞと思ってですね、うん、結びつくと思います。これはいや、当たりがその派手に出るときと、ええ、わさっと出るときっていうのがあるんですよ。それ春のシーズンとか秋のシーズンとか別にしてですよ、はい、その状況と使ってるタイプのエギで割とこうモンって当たりが出たりとか、バチキンバチンとこう出たりとかですね、
で、僕な群れが大きければお互い取り合うから盛んに持っていくのかなとか思ってたんですよ、でも単体とかでもあのスピードでこう腕を繰り出すのを見てたらそれは当たりとして出るじゃないですか。そうですね、もう触腕を伸ばしてね、まあ触腕を伸ばして捉えて持ち込むので、うん、引き込む、うん、それは糸を走ってパーンって当たりとしてまあ出やすいですし、はい、さっきの動画みたいにねゆっくり落ちてきて、あ逃げないなって分かっていると、うん、こう全部で鳴くんですよね、わっさと、はい、うんうん、それはまあ当たりとしてはまあ出にくい。そうなんです。で、あのやっぱりあこのエギングやり込んでラングラー同士とこうお話しさせていただいてると、やっぱりこうしゃくりじゃなくてただ巻きメインで、あのエギングされるような人は本当にこう潮とスピードが合ってる時っていうのはもうアオリイカ触腕を伸ばさずにうわっと足広げて抱くような当たりの出方、モサっていうようなで当たりの出方だっていうんですよね。で、かたやあの例えばバン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 動かしてテンションフォールでやってると足先だけかかったりとか、割と焦ってバーンと叩くような当たりが出たりとかってい こうああなんか共通する共通するっていう話があって、そうですね、テンションフォールもやっぱテンションかかってるんで沈んだらイカから遠ざかる形、うん、そうですね、逃げていく形ですよね。だからこれ見てて思ったんですけど、水槽じゃないですか。水槽です。自然界より狭いじゃないですか、はい、で触腕伸ばしてあの捕食し損れてる動画とかありますよね。ありますあります。こんだけ狭いエリアでもあミスすることあるんだと思って。そうなんですよね。それ考えると多分エギってかなり捕まえやすい部類なんだなと思って、彼らからしてみたら。そうですね、あのこの動画にあった捕食シーンは、うん、綺麗にあの魚が横になって落ちたの、うん、あの横向きに落ちてますよね、はい、うん、あの私はこれを見た時に、まあ、まさにもうエギが落ちる様とすごく共通するなと思って、うん、で横でゆっくり落ちるものはイカが照準も合わせやすいし、うん、食べやすいっていう理解になるんじゃないかなって直感的に結びつきましたね、うん、これものすごい情報量ありますよ ね。 そうですね。なのでこのまだまだちょっと僕の中でも仮説段階なんですけど、うん、あの例えばあのシャロータイプとか、はい、まあ、安定しているエギオ系とか、こうブレが少ないじゃないですか、はい、割とあの、まあ、使ってる時期もありますけどね、こう春なんかだったらこうわさっと着底寸前にちょっと糸がポンとか弾けたり、はい、ふっと浮き上がるような当たりがあったりするんですよね。だからもし例えばもっともっと当たりを感じて、はい、アグレッシブにこう当たりを取ってバーンとかけていきたいっていう方がいるんであれば、あのライブとかライブサーチとか、そうですね、キビキビ動くものを使ってテンションフォールでやった方がその当たりの出方習得の観点で言えば、はい、派手に出るからこういいんじゃないかなと思って。そうですね、あのここからはまあ釣りの技術の話になってしまうかもしれないですけど、うん、まあ、テンションライブですごく激しく動かすと、うん、まあ、逃げる餌を、ね、イミテートできるんですけど、そこから触腕で触る当たりが出るだろうと想像して、うん、そこからまあテンションホールなんですけどちょっと糸のたるみを出してですね、うん、落としてあげると触腕で持って、うん、ていくっていう行為をするので、うん、そうしたら糸が走るっていうあたりが見やすいかもしれない。そうですね、幅が取れますよね。そうですね、その、うん、タッチとタッチで糸がプンってなって走るっていう、うん、はい、それが取れるからすごくこう、うん、意図して自分が当たりを取っていくんだよ、当たりを出したいんだよって使い方としては、うん、イカの活性抜きにしてですよ、状況とか、はい、その自分が学びたいことを意図的にやるんだとしたら、うん、そういう使い方ってすごくありだなと思って。そうですね、なんかこういう想像をすると当たり、うん、そういう当たりが出るって準備ができるの で、 そうです、ね、本当に出た時に、うん、あのきっちり合わせも入れられるっていう、そういう準備にもなると思います。そうです、もうすっごくそれあの分かるんですけど、違う、僕もやっぱりあの動画の中できっちり合わせていきたくて、自分の中でこう当たりが取れるように取れるようにってことをやっていくんですけど、はい、自分がその使ってるエギでこういう当たりが出るだろうなっていうその前段階の準備ができていれば、もっともっと合わせていけますよね。そうですね、本当にあの見てるだけで結構そう釣りとの想像とすごくつながることが多いですね、うん、本当この動画は見ていただきたいですね。今あの山下マリアの YouTube チャンネルでこのイカが捕食するシーン、そうですね、とあのイカがただただ過ごしているその動画が流れてますんでただただ過ごしてますね、はい、いや実際もうただただ過ごしてます。でも今回のその捕食に関してのお話をさせていただいたんですけど、こうおさらいするとそのタイプ別にそのあたりの出方がもしかしたら違うかもしれない。
そうですね、あたりを感じたかったら響き動くライブとか、はい、そういったあの、はい、大きくアクションをつけてイカから逃げるようなテンションコールでやると自分が意図するようなあたりが出せるかもしれない、はい、なのであたりを取りたい、あたりを取ってバカッと合わせたいことはちょっとやってみてもいいかもしれませんね、はい、今回のレギングラボイカの捕食についてでした。また次回もあのもっとアングラーの皆さんが関心を見たいになるもっともっと面白いコンテンツを用意しています。今回本当にありがとうございました。ありがとうございました。